基礎計算、意外と間違いやすい分数の原法、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。では解説をします。帯分数の引き算は整数部分と分数部分を別々に引くことはできますが、上のように誤答するケースがあるようです。4と5分の2は上のような意味であり、整数部分を上のように変形して、あとは整数部分と小数部分を別々に計算すると1と5分の4が正解となります。過分数で答えても大丈夫です。おまけ問題です。下の図中に五角形はいくつありますか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。